はい、皆さんこんばんは、100円です。ということで、今日もですね、ベストバイに行った時の動画を公開していきたいと思います。今日ちょっとね、 GoPro で行ってきたんでカメラが曇ってますけど、ご了承ください。ということでですね、前回UPS に Amazon の商品を返却しに行くっていう動画を出した時に、通ったですね、ベストバイ、あの動画はまだ見てない方は 見ていただけたらわかると思うんですけども、その中に行ってきました。なんで今回ベストバイに行ったかと言いますと、ファイナルファンタジー15をですね、買いに行きたかったっていうのがあります。そして日本の電化製品を売ってるお店と、アメリカの電化製品を売ってるお店、何が違うのかっていうのもちょっとね、見てほしかったんですけども、ちょっとレンズ拭けばよかったな、申し訳ないです。入るとこうやって携帯だとかタブレットだとか、いろいろ売ってるということですね。日本よりもちょっとごちゃごちゃしてたりするのかな。日本の方がもうちょっと綺麗だったりするんですけどね。ちょうど今サンクスギビングが終わって、クリスマスに向けていろいろ準備してるんで、なんか DVD が安く売っていたりだとか、してます。もちろん一番最初に行くのはゲームのセクションでございますね。ちょうど Wii U のスマッシュブラザーズ、ちょっと時期が遅いんですけどね、売ってたりしますね。もちろんマイクロソフトと任天堂と、ソニーでセクションがいろいろ分かれてます。ちょっと気になったのが妖怪ウォッチが売ってるんですね。日本だと一時期ブームになりましたけどね、アメリカでも売ってたりするみたいです。あとはなんだろうな、普通の Wii のゲーム、値段はそこまで安くなかったです。ほんとこの曇りがすごい気になるな寒いとこからあったかいとこ行ったからかな。あとコールオブデューティーが売ってましたね。でもなんか今あんま評価もそこまで良くなくて、なんか売れてないみたいな記事読みますけど、果たしてどうなんでしょうかね。でこっちは引き続きなんか子供のおもちゃ、例えばなんかギターヒーローとか、なんかそんなようなゲームが売ってたりしましたね。あんまりもうロックバンドとかゲームあんま売れてないんじゃないかな、アメリカで。どうなの。あとこれ、ギフトカードね、スチームとかブリザードとかね、いろいろチャージできるやつが売ってるんですけど、これが任天堂セクションで、こっちに行くと、もちろんみんな大好きソニーセクションでございます。ちゃんとした電気屋なのに中古のゲームを持ってたりね、セールのゲームが売ってたりとか、なかなか面白いんですけども、これが気になったのはあれですね、見せなかった角度的に見えてなかったんだ。ペイデー2が安く売ってました。カメラの角度が悪かったな。さあ、そしてこちらもちょっとあれですね、セールになってるダークソウル3とかジャストコーズ3とか、なんかノーマンズスカイとか3000ちょっとで売ってましたね。バトルボーンだったかな、ボーダーランズ2作った会社が出したゲーム、もうそこ2000で売ってましたね。さあ、こっちはプレイステーション4のメインのゲームがいくつかありますけど、ファイナルファンタジーワールドだったかな、あれ買いたかったんだけどね、買わなかったな。最新作からちょっと古いゲームまでいろいろ売ってますよ。ないゲームはないって感じですかね。ファイナルファンタジー15もね、もう売り切れてますよとかって話も出てましたけど、全然ありましたね、余裕で。これコレクターズエディション、9000円だったからね、もう通常版でいいやっていうことでこっち買いました。でこっちはなんかアクセサリーとか売ってましたね。プレイステーションネットワークカードとか、あとバーチャル、セットとかね、いろいろ売ってましたけど、攻略本、日本で攻略本とかまだ売ってるんですかね。アメリカはちゃんとゲームの攻略本が出てます。ラストガーディアン、これも買いたいですね。12月6日に発売予定。そしてやっぱコールオブデューティーをしてるんですね。さあ、でこの裏の方に行くと、これフィギュアとか売ってたな。フォールアウトのピットボーイ、1個欲しいやつがあったんだけど、1万5000円もしたんだよね。超でかいピットボーイ、もしよかったら後で買いに行こうかな。
で、これ XBOX ですね。ね、アメリカだとなんか XBOX の方が押されてる気がするんですけど、やっぱ一番こう最初に見えるとこはプレイステーションなんですね。あ、これディスオナード2のマスクがなんか特典で売ってました。で、このもう定番ですけど、後ろ側はでかいテレビが売ってるセクションで、この手前のところは、まあ、なんかまた XBOX のゲームとか売ってます。アメリカでね、家電大体もう一番みんな好きなのテレビですよ。もう小さいの40インチぐらいから始まって、でかいのだと85インチとか90インチとか普通に言ってますからね。これもなんかまたゲームの売ってますけど、これカメラの角度ちゃんと研究してみんなが見えるとこにやんなきゃいけないですね。次回までにちょっと研究しておきます。さあテレビの方に行ってみますけど、やっぱりサムソンが人気ですね、まだね。でも LG とかもなかなか頑張ってますね。でもこうやってショーケースのとこで一番目につくのはやっぱサムソンなんですよね。アメリカの人もそのソニーのテレビがいいとかね、あの日本製のそのパナソニックのテレビがいいとか分かってると思うんですけど、でもやっぱりこう大々的に押されてるのっていうのはやっぱサムソンのテレビですね。あれとか65インチとかじゃないですかね。テレビ台とかもいろいろ映ったりします。見てますねテレビね。あとね、びっくりしたのが車のカーオーディオがここに売ってたっていうのがちょっとびっくりして、今ちょっと個人的にも気になったんで見に行ったんですけど、でかいなんかこうモニターみたいのほら車に導入してさ、こうテレビ DVD 見たりとかできるなんか機能がついてるのが売ってたんですよね。こんなのあったの知らなかった。安いのででもなんか3万円ぐらいからやってましたね。で、こうまっすぐ進んでいくと、今度あんまり見せたことないんですけど、なんか冷蔵庫とかストーブとか、ストーブってキッチンでほら使う料理するとこね。日本でなんて言うんだろう、ストーブ、アメリカだとストーブって言うんだけど、ありましたんでちょっと見てみました。やっぱりサイズがアメリカンサイズっていうかでかいんだよね。日本の冷蔵庫はここまで大きくないんじゃないですか、さすがに。もうこっちの人ね、一気に買い込むんで、やっぱでかい冷蔵庫必要ですよね。で、なんか掃除機とかも売ってます。やっぱりダイソンがアメリカでは人気なんですかね。日本みたいに部分で分かれてるやつってあんま売ってないんで、全部一体型なんだよね。それで、あとはまあ俺の家にはないですけど、この電子ロボットの掃除機、こういうのも売ってましたね。あんま使ってる見たことないんだけど、ペットとか飼ってたらやっぱあった方がいいんですかね、髪の毛とか。子供が家にいるとね、こうバン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 なんかアホみたいに叩いて壊したりするんで、うちはまだいいかなって感じ。すごいね、今ね、冷蔵庫の中の温度とかね、表示される冷蔵庫とかあるんですよ。今何度ですよとか、すごいよね。あ、ちなみにあのくぼみは氷出したりとか水出したりする冷蔵庫がアメリカでは結構あるんですよ、昔からね。そんなのもついてますけどね。で、これがキッチンのオーブン、レンジとかね、オーブンとかそんなのがありましたけど、電気屋さんなのにここまで売ってるから、もうある意味なんていうの、ビッグカメラが所々にあるみたいな感じですよね、ベストバイってね。なかなかね、いろんなものが売ってるんですよ。だからある意味ここに来ちゃえば、もう家具っていうか、まあ電子機器一式は揃いますよね。最近だともうすごいなんか頭のいいストーブとオーブンとかね、電子レンジあるんで、やっぱそういうやつなんでしょうか、あんま分かんないですけど。これは加湿器とかなんか売ってましたね、コーヒーメーカーとかね。ちょっとまあ店員がいたんで行かなかったですけど、あっちは。これはミキサーとかかな。あんまりうちではミキサー使わないんですけどね。で、未だに CD とか売ってたからね、 DVD とか。今 CE 買ってる人っているのかな、これね。アメリカのアルバムって1枚1500円ぐらいなんでね、日本の3000円のアルバムってのは考えられないんですけど、安いですよ。で、この反対側に行くとコンピューターとか売ってるんですよ。
やっぱ真ん中ね携帯電話とかなんですよね。で Windows のコンピューターメインで売ってたりとか Mac のコンピューターとかいろいろあります。これは今のフィッなんだっけ心拍数測る時計とかさそういうのが売ってるセクション通ってます。でこう携帯電話ねあれ AT&T って呼ばれるあのアメリカでねいくつかある携帯電話のお店の一つで、ここでも携帯電話買って早速あの契約とかして使えるようになったりするんですよ。これはなんかホームセキュリティがどうだこうだとかなんかやってましたね。今あのスマートなんかエアコンを調査するやつとかすごいあるんですよ。でなんかその電なんていうの電気代を安くしようみたいなのでこういう機器を入れるとこう一番安い何金額でこうエアコンつけてくれたりとかいろいろあるみたいですね。スマートなんかライティング&コントロールとかであとスマホからほら電気つけたり暖房クーラーつけたりとかもいろいろあるんですよね。すごいよな、テクノロジーってすごいですね。あとはやっぱカメラセクションとかね、ソニーの一眼レフとか売ってます。これもレンズとかね10万円単位のものとか売ってるんですごいですね。すごいもんですよ本当に。本当はソニーの一眼レフもいつかね買いたいんですけどね高いからね4000ってかまあ40万ぐらいするのかある。でねこれちょっとね感動したんだけどねスターウォーズミレニアムファルコンの飛ぶやつが売ってたの。これドロイドっていうの泣かないなんていうのバーンつって空飛んでいくやつあれ欲しかったけど3万ぐらいしました買えるわけがない。いろんな人いるな。これ意外に GoPro で撮るのも悪くないね。また次回 GoPro で撮りますわ。今度お店行くんでまたね。で何だったかな、なんかいろいろ売ってるね、わかんないものが。プロジェクターとかも売ってんだね。あとねここにやっぱドロイドのセクションこういっぱいいろいろ売ってるんです。これはねでもアクションカメラ、これだから空飛ぶやつにつけてあの録画したりするんでしょ画像を。すごいね、こんなの初めて見た。 GoPro しかアクションカメラないのかなと思ったけどいろいろあるんですね種類が。でこれはちゃんと飛ぶやつね。いつかねこれも買ってみたいですけどね、空中撮影とかしてみたいな。アメリカってでもこういうルールあるのかな、どこで飛ばしてよくてとかどこで飛ばしちゃダメとかあるのかな、よくわかんない。でこっちがコンピューターセクションなんですけど、ここでねちょっとカメラのメモリーがなくなっちゃったんでここで一旦終わりになりますまた今度録画しに別なとこ行ってみますけどね。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。 Peace out.